皆さんこんこにちはでですすのレッツ話86回目です、えー、1997シーズンの山崎ナビスコカップ、レッツは第一節アウェーでサガン,ントスとスコアレスドローでした、まあ。まさかのスコアレスドローと言っていいと思うんですね。J リーグ巡回員でもなく、特別措置でこのナビスコカップに参加、出場権を与えられた相手ですから、まあ、間違いなく格下の相手。 そこを相手に1点も取れなかったということですまあ、シーズン初戦であって監督が変わってまた2ヶ月指導して2ヶ月足らずという状況もあってここからだという部分もあったと思うんですけど、えー、まあ、終わったことは仕方ないです第2節はホームに鹿島アンタラーズを迎えて行われました3月15日でしたあの鹿島は前年のリーグ優勝チームですねそしてジョアン・カルロス監督が率いて2年目になります あのまあ、相手に分があるかなという状況でもあるんですけどもあのこの時期ですね、えー、日本代表は、えー、フランスワールドカップのアジア予選のために、えー、このナビスコカップに出場していないんですね。まあ、それもあったのか鹿島はこのナビスコカップの第一節セレッソ大阪に2対4で負けているんですよ。えー、鹿島から、えー、代表は、えー相馬 直樹選手今あの鹿島の監督がやってますけど本田康人選手そして秋田豊選手の3人でしたで一方レッズは岡野正之選手1人だったんですね、まあ、この辺りのことが、まあ、どう影響するのかっていうのはちょっと注目されたんですけどもっと注目することが、えー、起きました0-0で,で迎えた後半5分でしたフリーキックをあのレッズがフリーキックですねで鹿島ゴール前で繋いでい最後は ルーキーの田畑昭弘選手が押し込んだんですねこれ第一節スコアレスドローでしたからチームの公式戦シーズン初得点それをその高卒ルーキーの選手がしかもディフェンダーが決めたわけです、えー、コマバスタジアム大いに盛り上がりました残念ながら、えー、後半の29分に追いつかれて結局は一対一のドローだったんですけどもね、えーで この試合の後半三十三分、同じく高卒ルーキーであるフォワードの永井雄一郎選手もデビューを果たしました。えー、第三節です。四日後の三月十九日、これ水曜日です。アウェーでセレッソ大阪と対戦しました。この試合もレッツが先制するんですね。えー、しかもエース福田正博選手です。あの前年怪我で長期欠場していた。 福田選手のシーズン初得点ですからチームもサポーターも本当に湧いたんですけど後半2分に同点ゴールを決められてしまいそのまままたも引き分けてしまうんですね3試合連続ドローでは終わらないんです <laughs> 第4節アウェーの鹿島戦も0 0のドローでしたこの鹿島戦には永井選手が先発して福田選手とツートップを組みました 後半28分永井選手は得意のドリブルでその左サイドを突破して相手ディフェンダーはもちろんゴールキーパーまでかわしてただ自分は角度がなかったんでこうゴール前の福田選手にパスを送るんですねで福田選手ももちろんそれをシュートするんですけどもまあその一瞬の間が相手ディフェンダーがカバーに入る隙を与えてしまったのかもうゴールを割ったと思ったんですけどギリギリでクリアされてしまうというまあ,あの残念な場面。 ただそれを演出したのは長井選手でした。まあ四試合連続五ドローです。あの何、ー、て言うんすね。まあ四試合で勝ち点四、えー、ただ失点がね二というのもありますけど得点も二しかない。えー、首位は二勝二分けで勝ち点八のセレッス・ソ大阪でした。二、えー、位が一勝二分け一杯で勝ち点五の柏です。レッズは 残り2試合とも勝てば勝ち点10まで伸びるわけですね悪くてもグループ2位,までには2位にはなれる計算でしたただこの年のそのレギュレーション予選リーグはグループが5つあるんですよ5つで4チームずつ20チームが参加してるんですねそこから決勝トーナメントに行く8チームを決めるのには各グループの1位チームは行けます各グルーープの2位チームのチムうち 上位成績比較上位3チームしか上に上がれないんで2位になっただけでは上がれないんですよ。まあ、そういうことでこののの節時点点で他のグループの2位見てみみるとみんな勝ち以上レッツより取ってるんですだからレッツが予選突破するにはもう残り2試合勝つことはまあ必須条件でしかもなるべく多くの得点をして得失点差も優位にしておきたいという状況がありました。 でさっきも言いました、4試合であの二得点というのは明らかに得点力不足ですよね。あのシュートは毎試合10分以上打ってるんですよ。よなのに入らないっていうのは一、まあ、つにはいい形でシュートが打てていないのかなということもあります。やはりあの前年まで列にいたウーベバンイン選手のようなこういいラストパスを送れる選手がなかなかいないとその。 みんんな頑張っているんですけどもやっぱりウーベに変わる選手として期待されて入った磯貝博光選手、えー、前々前,前回ぐらいに申し上げましたかねあの開幕の前にちょっと怪我をしたんですけどもその怪我も治ってサテライトリーグには出場していたんですよしかしこのナビスコカップではメンバーにも入らなかったんでなぜなんだろうと不思議でした。 まあこれに関してケッペル監督がマチテプログラムの監督メッセージでこう述べています。読めないと思読みますね。今年ガンバ大阪から移籍してきた磯貝についていろいろな人から質問を受けます。彼が非常に才能のある選手であることは間違いありません。しかし残念なことに今のところまだその力を出し切れてはいないのです。彼が浦和レッツの一員にふさわしいと私が認めることができるかどうかは 彼自身の頑張りにかかっています、まああんまりちょっとよくわからないんですけど練習でねやる気を見せていないのかそれともまあコンディションが上がっていないだけなのかよくわからなかったんですけど、まあ、ここまで点が入ってないんだから怪我してないんだったら使ってみてもいいんじゃないのかなと思ったものでした次回。